背中が痛くなるのでそのストレッチを教えてくださいということだったのでそれをやろうと思います。背中編ですね。ほんとね、背中を痛めるのって僕は結構腰とかお尻から背中を痛めることが多いっていうのが自分の経験であります。腰周りをまず緩めていく運動からやりますね。これ見えるね。横向きで、今日ちょっとダボダボしてるからあれなんですけど、こうまっすぐにしてるところから緩めていきますね。で、こっち向いた方がいいかな。このすねとすね持って体を揺らしてください。お尻が片尻ずつ浮く感じ。これなんでやると腰にいいかっていうと、これ実は、よく見てくださいね。体が行ってお尻が動くんじゃなくて、体全体が一体化してるの分かります？そう、この一体化してるのが大事で、これによってこのお腹のインナーマッスルから体が動いてるんですよ。これダンス的に言うと、体幹から動く、内側から動く、ヨーヨーみたいな感じなんですけど、でこれで首がこうなる人とかいるんですけど、これなるべくまっすぐのまま、そう、肩から行っちゃう人が多いかな、多分経験上ね。足持ってしっかりこれ脇をプッてこう整えてあげるとやりやすいと思いますよ。人によっては座骨がめっちゃ出てて痛い人もいるかもしれないから、もしも何か痛かったら敷いた方がいいかもしれないですね。ではじゃあ次行きますよ。次は腰回りを緩めるときに、体育座りをしてほしいんですけど、よいしょ、ちょっと端行こうかな。体育座りをしたら、ゆっくり足を滑らせながら、このように倒していきます。で、足を滑らせながら戻していきます。これはですね、ここ足と体の隙間をキュッと詰めて、ここを離さないようにして移動してください。よいしょー。まあ、この辺で大丈夫ね。で、戻ってきます。よいしょ。はい、もう一度。よいしょ。息を吐いて、吸いながら戻ります。吸って。そうすると、ちょっと姿勢良くなってません？それは、ここの腸腰筋をキュッと締めることで、クッとここが上がるんですよ。姿勢を良くしようと思ったら、曲がりやすい場所を伸ばすんではなくて、この地面に近い地盤のところをクッと立ててあげると土台が立つので、その上のアライメントが立ちやすいんですね。僕ね、腰を痛める理由の一つに腰が歪んでるっていうのがあると思うんですね。まずアライメントを整えてあげると、それで歪みが取れます。で、整えた後に緩めていくっていうのが僕のやり方です。はい、じゃあ腰回り少し立ってきたら、こっからさっきの運動ですね。首を伸ばして、そこから緩める。はい、伸ばして、せーの、緩める。はい、ラスト、ぐー、せーの、緩める。はい、 OK です。そしたら最後ですね、正座をします。これはヨガとかで有名なレストポーズというポーズなんですけど、お辞儀、土下座すいませんでしたって感じで土下座をしっかりしてあげてください。そうすると腰ってね、すごい緩むんですね。で、この状態で体を左右少し振ってあげます。最初にね、この動きをやってしまうと、要は腰にひねりを加えてしまって痛めることもあるんですけれど、最初に整えたから、これで今緩まりやすくなってます。はい、起き上がります。はい、またじゃああぐらに戻しましょう。基本的にはね、こうやって座骨で立ってまっすぐ立つっていうのが基本なんですけど、少しどうですかね、背中周り、腰周りが、まあ、暖かくなったりとか、逆に肩がめっちゃリラックスしたりしてませんか？肩のリラックスが起きていたらめちゃめちゃうまくいっています。体幹を今しっかり整えて、腰周りですね、結構このウエストって歪んでたりするんですけど
このウエスト今整えたから、体の骨格のアライメントがしっかり整っている状態です。それによって腰回りも緩んできます。じゃあストレッチポイント2番言うと、ポイント2はですね、これ針の整体師の人に教えてもらったんですけど、僕が劇団四季時代体がボロボロすぎて整体師の針の人に見てもらった時に教えてもらった裏技なんですけど、筋肉っていうのは端っこと端っこを緩めると中が緩まるらしいんですよ。これ腰に例えると、腰が痛い時に腰を緩めるのではなくて、それの元になってるお尻の方、そして背骨なんで首ですよね、肩周り、お尻と肩周りを緩めると腰も緩むっていうことなんですよね。なので今肩が軽いということは肩も緩まってます。で、この腰、お尻周りも緩まっていれば腰も緩まると。次はお尻編。お尻はね、結構いろんなやり方があるんですけど、これがいいかな。まず、足、これ見るかな？足片っぽ伸ばして、片っぽ曲げるってやつですね。で、これ横に倒してください。わかるかな？今、これ矢印、ね、矢印状態になってます。はい。で、これを三角形にして、この足を乗せてください。うん。伸ばして曲げた状態ですね。で、手を置いていいので、このままお辞儀をします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、その時、これ緩めて、うまく緩まってると、付け根がキュッてなるんで、結構前に行けます。これが、なんかこういう、でん、でん、で、で、でん、ふみたいな感じにしちゃうと、胸の運動になっちゃうので、付け根から行くようにしてください。きつい人は、膝の、こう見えないね、こう。だって、こう、ここに乗せないで、ここに乗せると楽になります。この運動だけは、一個、もう一個きつくして、手で前に滑らせていき、そこでキープをします。キープー。お尻って、これ今、ちょっと自分のケツで説明するのあれなんですけど、上の方なんですよね、今、緩まってんの。これ、こうやって緩まってんの、上のケツなんですよ。で、ケツってでかいんで、今度ちょっと下の方をやっていきたいんですね。はい。なので、ケツ、伝わったかな？ちょっと、はい、反対いきますね。はい。今、こっち、足伸ばして、足を、これちょっと分かりづらいね。ごめんなさいね。はい、乗っけて、まず、ここに乗っけた状態で、お辞儀を繰り返します。バウンス。バウンス。しっかり、胸からのバウンスにならないで、付け根から行ってください。バウンス。バウンス。はい、そしたら手で滑らせてキープです。キープ。これお尻が痛くなってたら最高だね。はい、戻っていきます。そしたら足と足を渡して、はい、じゃあお尻周りもうちょっとだけやっていきましょうか。足を伸ばして、うん、この方が分かりやすいかな。こうケツをケツをですね、片方ずつ浮かしてください。やっぱケツケツ言わないとダメかもしれないですね。はい、わかりますかね。片ケツずつ浮かせていくということで、さっきゴリゴリ言っちゃったかもしれないけど同じような動きですね。はい、そしたらこの手の角度をこの矢じろべえのようにですね、角度をちょっと上に上げるんですよ。で、こうやってやるとだん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 ですね、さっきの要領ですね、腹筋の方から動いていくっていうことになるんで、また体幹の方が整っていくっていう感じです。はいはい、これね、ケツのケツの下の方をやってます。はい、 OK です。緩めましょう。また足の裏と裏合わせて、はい、自然な呼吸です。お尻周りやってきたんですけど、ちょっと自分のお尻触ってみて柔らかくなってたら大成功ですね。お尻ってですね、ある種固まってる人が多いんだけど緩まりやすかったりもします。なんかこれ本当マッサージとか受けたことある人って最初お尻めっちゃ痛かったりしません？
グーッとやられた時、ダダ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 結構やってるとお尻ってすぐ緩まるんですよね。うん、これはなんかねお尻の多分特徴で、だからこうやってストレッチやっていくと結構緩まりやすかったりします。でお尻が固まっていると腰痛になりやすいんですね。これはダンサーあるあるなんですけど、あのクラシックバレエでケツ周りが硬い人っていうのが、あのまあ言い方悪いんですけど、お尻が大きい人、うん、お尻でいっぱい動かしちゃって人はお尻が発達しちゃうんですけど、お尻が大きいバレリーナとかっていうのは結構腰痛持ちだったりします。お尻によって多分背中の筋肉が引っ張られるか何かで腰に来やすいので、こうやってねお尻緩めてあげると腰痛っていうのが良くなります。で肩周り腰周りお尻周りやったので、これで背中全体が緩んできたと思います。少し背中効きましたか？それではおやすみなさーい。以上にします。バイバーイ。